今はですね、月曜劇団お休み中みたいになってますけど、そんなことはありません。番外公演をやることに決まりました。6月に平日公演なんですけども、24日、25日、火曜日、水曜日で、難波のカフェバーアルカアルカというお店の地下のスタジオコンピラさんというところでやらせていただきます。タイトルは月曜劇団のコントっぽい劇短編集です。コントって言うとハードルがすごい上がりそうな気がしたので、コントっぽい劇をやろうと、うち劇の団ですし劇をやろうと思います。劇が好きな人は見に来てください。出演がうちの劇団員の上原ひろと私西川さやか と、元水の会のいじりちえさん、それから東京ガールの鈴木たふみさんです。今たふみさんなのかたふみさんなのか迷ったので、どっちとも取れる発音で言っときました。よろしくお願いします。すいません鈴木さん。予約はですね、5月から始めるつもりなので、月曜劇団ホームページや、私のツイッターアカウントなどをぜひ日々チェックしておいてください。よろしくお願いします。お待ちしております。